代表的な跳薬地雷である第二次世界大戦中のドイツの S マイン。跳薬地雷とは対人地雷の一種。跳薬地雷の概念説明図最初の爆発で空中に飛び出し二度目の爆発で殺傷する第二次世界大戦でドイツ軍が用いた S マインが代表的なものである対人地雷のカテゴリーの一つで人などが圧力進化を踏んだり、 それに連動した、ワイヤーロープに引っかかったりしたとき、地雷底部のスプリング、または跳躍用爆薬が作動し、高さ1.5メートル程度まで跳ね上がってから、地雷本体が炸裂し、金属球を飛び散らせて、広範囲の人間を殺傷する。同じように、金属球を飛散させるクレーモア地雷では、地雷の正面部分に金属球などを配置することで、機害範囲に指向性を持たせてあるが、 跳躍地雷では全方向が、機害範囲となる。跳躍地雷は、アメリカ兵により、バウンシング、ベティのニックネームで呼ばれており、このバウンシング、ベティという呼称は、アメリカ軍以外でも、跳躍地雷を指すものとして使われている。従来の、地雷は、地中に埋設して対象に、踏ませることによって作動するもので、その、踏むまで存在がわからないことによる効果は高いものの、 地中に埋設するという特性から一度に多人数の兵士を殺傷することには不向きであった。埋設することにより爆発のエネルギーのかなりの部分が地面を吹き飛ばすことに浪費されてしまうためである。そこで硫酸弾のように作薬による爆発よりも爆発によって鉄片や鉄球を飛散させることにより多数の人間を殺傷させることが発想され、 飛散効果を最大限に高めるため、地中に埋設して、地中で爆発するのではなく、作動すると空中に打ち上げられて炸裂する、という機構を持つ地雷が構想された。兵器としては、第二次世界大戦前から存在したが、その構造上、大型で複雑な構造のものが多く、設置、埋設に手間がかかるため、主に要塞や、 弾合戦の前面といった場所に設置して、国境戦防衛の補助兵器として使うものとされており、広く用いられる兵器とはならなかった。第二次世界大戦において、ドイツ軍の開発、使用した S-Mine と呼ばれる、超薬地雷は小型で、使用法も勘弁であり、効果も非常に高かったことから、第二次世界大戦後には S-Mine を模倣した。 同方式の対人地雷が、世界中で開発されて広く装備され、数々の戦争や紛争で用いられた。アメリカ軍の M16 アプム、M2 アプム、イギリス軍のマーク2、イタリア軍のバルマラ59、69、ソ連軍のオゾムマイナス3、ユーゴスラビア連邦軍のプロムマイナス1、イスラエル軍のノー12、陸上自衛隊の63式などがある。現在では、 対人地雷の使用、貯蔵、生産及び上の禁止並びに廃棄に関する条約によって使用、開発、生産、貯蔵、保有、異常が規制されているが主要な生産、輸出国で批准している国が少ないために今も世界中の紛争地帯で使用されている。ありがとうございます。